こんにちは、ヨシセンさん。ペイペイのボーナスね。私もね、46万か48万ぐらい返ってきてるんですよね。いや、ありがたいことですよね。マネーリテラシーというなら、私たち消費者にとって、このペイペイを使わない手はないというふうに言えると思います。いや、本当にありがたいことです。ただね、私も事業者としての側面がありますので、自分がね、ペイペイを導入して、商品を販売することを考えた時のことをちょっと計算したんですよ。で、 これはね、あんまり知られてないことなんですけども PayPay の決済手数料って実はこの8月からかかってきてるんですよね確か8月18日だったかな発表があったんで正確には10月からの課金だと思いますけども確か1.6%通常の事業者にはかかってきてまあ条件によっては1.98%になるそうなんですけどもこれがね PayPay に限らず他のスマホ決済 ほとんんどの会社ででかかってくるんですおおむねですね1.6%から高いところで2.78%ぐらい平均して2%ぐらいが業者に PayPay など、うん、スマホ決済を導入する決済手数料としてかかってくるんですよねこれ2%です私たち消費者からすると見えないところなんでもしかしたら関心がないかもしれません